ゴーストマスター、スペースヴァンパイアって映画知ってますか？え、トビー・フーパー監督、この作品はスペースヴァンパイアを目指したいんです。その時にはマナさんに主役。黒沢さん、こういうのやりませんから。え、ゴーストマスター、ゴーストを死んだろ。お前は俺の奴隷だ。でも天使でもある。それはカット。黒沢明。はい、壁ドン映画の現場でこき使われている助監督の怨念のような、ごめんな、映画愛の詰まった禁断の脚本。全部僕のせいなんです。僕の脚本が優也に。監督OKですか？シッチェス、プチョン、ブリュッセル、国際映画祭で話題騒然、世界が熱狂した改作、ついに日本上陸。お前の書いたこんなクソみたいな台本のせいで、みんなフーパーに謝れ。ロメロにもカーペンターにもデパルマにも黒沢明にも謝ってくれ。タランティーノはいいの？あいつはいい。ここはあんたが作った世界なんだよ。私たちは永遠に死の恐怖に追われ続けるの。これが黒沢さんの書いた本なら、どうすれば終わるのか分かるのは黒沢さんだけです。継ぎはぎで無茶苦茶な映画を力ずくで傑作にするのはたった一つ。カメラセッティングOK。てめえの気持ちだけで芝居すんじゃねえよ、大根が。アクション。ゴーストマスター。